気道具は宇宙人ではニャニャニャかったン博士日本列島には中川長良川のように中や長のつく川が多いですね。そうじゃそうじゃそれについて民族学者の吉野弘子という女子は縄文時代にインドから ナーガというのはコブラの神のことなのじゃが日本にも「蛇行」という言葉があるように川がくねくね曲がって流れる様子はまさに蛇そのものであるなそれとこれまでも蛇は人間の命と大いに関わるということを説明してきたが 水もまた生命の源ともいえるのよってくねくねと曲がって流れる川の水に昔の人は蛇を重ね合わせたといいわけじゃそしてこういう考え方は広く全世界に分布しておるそれはなぜかというと人類がまだアフリカにあった頃からすでにこの考え方が芽生えておった 人類はその考え方を携えて世界各地に散らばっていったというわけじゃよそういえば日本でもヘビのことをと言いますね。さようさよう吉野寛子の女子によれば今の日本人が使っている川の呼び名も縄文時代にはすでにあったというのじゃなう。 一般に農耕が始まったといわれる弥生時代なんかよりもずっと前だよそれと北海道の場合だって先住民であるアイヌ民族のつけた土地の名前や川の名前を和人は変えることなく継承しておるわけじゃろ地名や川の名前などはめったに変わらないものだよでも平成の市町村大合併の時には 新しい町の名前がたくさん生まれましたよねどれも変なのばっかり本当にももの値打ちのわからん輩が多くて困るわ地名は長い歴史を背負った文化財のようなもんだそれを意味なく書いてしまう連中は文化の破壊者としか言いようがないでもですよ 時代にヒンズー教のナーガ信仰があったということはインドから誰か日本に来たのですかねいやいやそんな程度ではなく縄文人の祖先自体がインドから来たとわしは考えておるのじゃモヘンジョダロやハラッパといった古代インドの遺跡を残した民族はアーリア民族が侵入する以前からインドにいた ドラビダ人だったが縄文人の祖先もドラビダ人だったかもしれないのじゃモヘンジョダロ遺跡には城壁もないんじゃつまり戦がなく至って平和的な暮らしぶりではなかったかとそれはまるで日本の縄文時代のようだなまたドラビダ人もコモンドロイドだという共通点もある ヒンズーのヨガの思想はドラビダ人に起源を持つと思われているがヨガに継承されるナーガの思想は縄文人の死生観を探る上でも大変重要だと思われるのだな